今年はさつまいもの苗は全部自分のところで芽出ししたものですので、植え付けは今日が初日で、それも5株だけです。もうちょっとあるんですが、今日は赤もちとうもろこしの植え替えをやっていて、もう家に帰る時刻なんですが、その前にせめてちょっとだけでもと思って5株だけ梅畑の方の苗場から持ってきて今植えたところです。ここはご覧のように草だらけの畝ですが、植えるところだけ草をむしって、畑があまりにもカラカラですので少し水をやって、そうしてカットしてきた苗の上の方が 4、5 枚葉っぱが出ているようにして、それ以上ついている葉っぱは下向けにして地中に一緒に埋め込んであります。これが1本で、2本ですね、3本、4本目と5本目はちょっと小さいんですがね、このようにちょっとだけ水をやって草むらの中に植えておけば、まあこれからも雨が少なくても枯れないで持つと思いますんでね。活着してきたら周りの草をむしるか刈って、さつまいも、活着したさつまいも苗の周りにマルチしてやろうと思っていますね。まあ何でもかんでも草を刈ってきれいにするという必要はないと思いますね。